どうもこんにちは、ソーコムです。さあというわけで今回も、アセットコルサのジャパニーズパック DLC の中身の車について動画を撮っていきたいと思います。今回の動画は、日本では大人気のあの車です。まあこのコンパネ見ただけでわかるよね。コンパネじゃねえや、インパネか。そうです、A863 ですね。まあイニシャル D を読んでいると、まあ見覚えのあるコックピット周りなのかなと思います。どうだっけ、全然覚えてないけど、なんか個人的には実車に乗ったことないんだけど、このメーターの横についてる BNR32 みたいな、ライトとライトのポジションと、あれ違う、ライトのポジションとこれエアコンかな、エアコンだと思う。でもローとハイ、ローとハイで右もロービームとハイビームだよね。左か、なんだエアコン、エアコンの風量違うな、左下にあるな。このローハイってなんだ、え、わからん、ちょっとわかんないっす。86乗ってる人ぜひコメントお願いします。まあそんな感じで86も非常によくできてます。そしてこの、まあ、ノーマルの86も当然あるんですけど、はい、藤原豆腐店ですね。こっちはこれどうなんだろう、ホイールとかもちゃんと NED 仕様になってんのかな。あれでもこれ片方書いてねえんじゃなかったっけ、 NED って。なんかどっちかだけだったような気がするぞ。そしてこの特徴的なライトですね。まあこの、なんつうんだっけ、リトラクタブルライトか。これいいよね。壊れやすいけど。まあかっこいいよね。で、なんと、ニードフォースピード2015で、一番日本国内だけだと使われている車って、この AE86 らしいんですよね。新型 GTR とか、その他にも、なんだろう。新しいのなんつったんだっけ、 AE86 じゃなくて FT86 か、うん、FT86 とかよりもこの AE86 が乗られたっていうことです。さあじゃあ実際に走ってみましょう。なんか一応これドリフト仕様になってるんで、すごい乗りにくいコントローラーだ。まあでも速いよねこれ、このスピードで。あ、もう滑ってる。すごい滑ります。やっぱね、このゲームコントローラーでやるのは限界があるね。あ、これ売っちゃったんだよな。今の家だと使えねえんだよ、テーブルと机の高さが合わない。いや、もう次ハンコン買うときはちゃんとあのコックピットを作って、ちゃんとフルバケのシートに座ってやろうと思うんだけど、まあいつになるかわからんから、そんな環境が揃うの。 GTR BNR34 に今まで乗ってたんですけど、この車に乗るとすごい運転しづらいです、まあ、あーやべやべやべ、ドリフト仕様だからな。ある程度しょうがないとは思うんだけど、でもすごいしっかり内装作ってあるよね、ジャパニーズパック。まあ元でももちろん出てると思うんだけど、やっぱりそれ以上にすごいしっかりしてる。ちゃんとこの目が動くのもいいよ。早くね86。
この直線で180ってなかなか出ないですね。やべ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 。でも軽いからかな。まあでもこれノーマルじゃないんだろう、ドリフトしようってことは。ノーマルでこんだけ速かったら鬼だろ。あーやべ。まあちょっと俺の運転が下手すぎてあんまレビューにはなってないな。もう一周攻めとくか。やっぱコントローラーで行くのはね辛いね。もうちょっと反応速度遅くすればいいのかな。10キロまで落ちちゃった。ちゃうんだよね、これすぐ割と簡単にドリフトできると思うよ、この車。ベンディング的には、ね、だってアンダー出たアクセル踏めばケツ滑り出す。結構ドリフトもしやすい仕様なはず。内側向いてアクセルオンですぐケツ滑り出します。おっと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 。ダメだ、コースには慣れてないし車には慣れてないし、ね、ひどいことになってるな。でもパワーあるからすごい持ってきやすいけど、これ多分タイヤのグリップ力もうちょっと落としたら結構簡単にドリフトできる車になるんじゃないかなと思います。そして速い。ABS かかってるっぽいもんね、これまだ。 ABS と多分 DCS 両方効いてるから、そんなドリフトっていう感じではない。やべえ。さあ、というわけで今回ご紹介させていただいたのはみんな大好きトヨタのメジャー AE863 でした。というわけで次回はまた違う車を撮っていきたいと思います。じゃあお疲れした。バイバイ。